Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis! Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy the video! Gua akan melanjutkan nih, Sobat Custom, episode yang keempat. Dimana kita akan mencari siapa sih alchemist pemilik kuali alkimia itu. Langsung aja investigate. ここまで来てもいないということはもっと奥の方に進んだみたいですね。メルケ様、せっかくですし使えそうなものを拾いながら進みませんか。そうね、建設資材に錬金術の素材、いろいろ使えるものがあるかもしれないもんね。はい、これだけ自然豊かなのできっと何か見つかるかと思いますよ。錬金術の素材ですかい。この辺りには普通の草しか見当たりませんが。そんなことはありません。例えばそうですね、この植物は回復薬や中和剤の材料になります。こんな草がですか。それにこちらの鉱石はクラムなどの爆弾の材料になりますよ。こんな石ころもですか。つかぬことをお伺いしますが、今までベストバルト村では錬金術の素材は取り扱っていなかったのでしょうか。そうですね、こういうもんを必要としてたのは行商人くらいでさ。それに使えるって分かってても錬金術師が村にいなけりゃ意味がねえにしてもネルケ様は詳しいですな。王都の学院ではそういうことも勉強するんですかい。ええ、あらゆる学問の基礎知識を一通り習うんです。自分には扱えないものでもその骨子と使い道を知ることは重要ですから。指示を出す立場になる以上、知らないことは何もないくらいじゃなきゃ務まりません。はあ、なるほど。やっぱり貴族様はすごいんですね。確かにネルケ様は勉強熱心ですが、錬金術関連の分野は少し詳しすぎるくらいですね。いいでしょう、役に立っているのだから。それに私が錬金術に興味を持っていたのも知っているでしょ。おや、そうなんですかい。何か思い入れでも。ええ、私は伝説の賢者に憧れて錬金術に興味を持ち始めたんです。残念ながら才能がなくて錬金術を使うことはできなかったんですけど、人々を幸せにするというのは貴族としての責務にも重なること。だから賢者のような生き方を目標にしているんです。なるほど、そうでしたか。それじゃあここでの仕事や調査も夢の一つというわけですかい。ええ、まだまだ仕事は始まったばかりですけど、少しでも私の知識をお役に立てたいと思っています。それだけ熱心に努力してるんですから、ネルケ様ならきっとその夢も叶えられやすよ。ありがとうございます、クノスさん。そういうわけなので、わからないことは私に聞いてくださいね。素材になるものはバッチリ把握してますから。わかりました、気になるものがあったら確認します。お願いしますね。それじゃあ奥に進みましょうか。Gua akan memulai investigasinya bersama Knos dan Misty. Semoga kami berhasil nih menemukan siapa sih alchemist pemilik dari kuali alkimia itu.
Wah, gua dapat item. Mantul. こちらも使えそうです。何か使えるものがあるといいのだけれど。疲れやした。マンダや、今回のゴノーワルトやアルチェミス。あ、あれは。は？アパント。魔物ですな。ネルケ様。ミスティ、クノスさん、行きましょう。Oh, di sini kita bisa bertarung juga nih, sobat custom, dengan monster-monster. Gua harus mengalahkan slime ini nih, sama kobold. Nah, dia ini main sistem turn-based. Kalian bisa lihat di bagian atas tengah, itu adalah turn battle-nya. Jadi siapa yang mencapai ikon pedang itu duluan, maka dia dapat menyerang lawannya.Nah, skill bar gua udah penuh nih. Gua bisa menggunakan skill Crescent Pierce. Kalian membutuhkan skill bar nih untuk menggunakan skill di battle ini. Gua berhasil mengalahkan monster yang pertama. Yes!Investigasinya udah selesai. Cepet banget. Gua belum menemukan alchemistnya loh. Di mana nih alchemistnya? Kalau nggak ada di sini. Ah, 大したことなかったわね。お疲れ様でした、ネルケ様。はあ、お二人ともやりやすな。まさかここまでとは思いやせんでした。私も幼い頃から訓練しているので多少の心得はあるんですよ。いざという時は自分で自分の身を守る必要がありますからね。なるほど、そうでしたか。えらい慌ててるように感じやしたが。言われてみれば。ですが、飢えているようにも見えませんでした。では、何かから逃げてきた、とか？な！ゲデオ！あだ、アイアム！グリバーンアイアム、ブサイアップ！サイアップ、アイアム！こいつは、なかなかの大物でさ。Suara siapa tuh? Are wa? Ike! Siapa tuh cewek ya? Eh? Na! Neruke-sama!このマリー様から逃げようなんて100年早い。あれ、村長さん、どうしたの？あんた、いきなりなんてもん投げんだ。あれ何なんだ一体。マリー特製フラムだよ。いや、見たことない魔物だったから素材が欲しくてさ、戦いを挑んだんだけど逃げられそうになったんだ。絶対逃がさないよ、あたしのとっておきを使ったってわけ。そうか、さっきの魔物たちが慌ててたのはあんたの仕業だったんか。そうそう。で、村長さんたちはどうしてこんなところに？
後ろの子たちは誰？あんた釜を忘れてっただろう。それを伝えに来たのさ。あ、そういえば照合するときに出したままだったかも。照合ということは、やはりあなたは錬金術師なのですね。うん、そうだけど、あなたは？私はメルケと申します。ベストバルト村の領主の娘で、この度管理官として赴任しました。私はネルケ様のメイド、ミスティです。どうぞお見知りおきを。え、貴族様なの？これはご丁寧にどうも。私はマルローネと言います。マリーって呼んでください。なさっているんですか？はい、いろんな世界を知るために旅をしてて。ネルケさんたちはどうしてここに？はい、あなたに会いに来たんです。実はマリーさんにお願いしたいことがあって。お願いですか？お聞きしたところによると、マリーさんはグランツバイトの木について調べていたんですよね。はい、どこにあるのかわからない不思議な木って面白そうだなと思って。せっかくだから、いろいろと情報を集めて何とかいけないか考えてるんです。そうでしたか。あの、提案なんですけど、よろしければしばらくベストバルト村に住みませんか？この近くに拠点があれば調査もしやすいと思うんです。え、それはありがたいですけど、いいんですか？もちろんです。村でアトリエを開いていただければ、どんなに嬉しいことか。アトリエを？はい、ベストバルト村はこれから大きく発展をしていきます。土地を開拓し、施設を建て、規模を拡大したいのです。そのために錬金術師であるあなたのお力を借りたいのです。村にアトリエ、私の錬金術で大丈夫かな？はい、私たちにはマリーさんが必要なんです。それに村が大きくなれば人が増えて、木の調査もやりやすくなるかもしれませんよ。なるほど、一理あるかも。本当ですか？もちろん。木の調査もそうだけど、村の発展に関わる機会なんてなかなかないし、ぜひともやってみたいです。この近くって珍しいものも多いから、もっとたくさん調べてみたいって思ってましたしね。ありがとうございます。それじゃあよろしくお願いしますね。え、こちらこそ。よかったですね、ネルケ様。それじゃあ村に戻りましょう。そろそろ作業も終わっとるはずです。あ、マリーさん、どうしました？あ、ネルケさん、先に戻っててもらえます？ちょっと準備をしたくて。ん？わかりました。お待ちしてますね。はい。さてと、後で合流できるように伝言をお願いしに行くとしますか。それにしても賢者の遺物か。これから面白いことになりそうだね。
ろ。ほうきを使って飛んできたの。ほうき？斜めで空を飛ぶ人なんて初めて見たわ。おとぎ話に出てくる魔女みたいよね。まったくだ。早速こんな人材をスカウトしてくるなんてやり手だな、ジョーちゃん。いえいえ、すごいのは私じゃなくてマリーさんですよ。それにしても錬金術ってそんなものまで作れるんですか。あれ、こっちにはそういう道具ないんですか。こっち、私が知っている限りではないです。ネルキ様がご存じないのですから、ないと言って差し支えないかと。こっちだと道具も違うのかな。それじゃあ道具を作るときはネルケさんに指示してもらいましょうか。え、私がですか。はい、村の発展はネルケさん主導で進めるんだから、ネルケさんが欲しいものを作るのがいいと思うんです。それにほら、先入観がない方が面白い発想をするかもしれないし。なるほど、試しにやってみてもいいかもしれませんね。じゃあ早速、まずどういうものが欲しいですか。そうですね、そうだ、そうですね。よし、ありがとうございます。akhirnya gue menemukan alchemist yang pertama. Nah, karena dia udah mau tinggal nih di desa kita, gue mau buat rumah nih untuk Mary. Jadi, gue mau buatin rumah nih khusus untuk Mary. Dia kan seorang alchemist. Nah, gue bakal buatin rumah yang khusus buat alchemist. Jadi nantinya, Mary bisa berkonsentrasi nih untuk mensintetis material-material yang sedang dia kerjakan. Oke, udah selesai nih bangun rumah untuk Mary. Langsung aja gue start job dan kita lihat bagaimana sih bentuk rumah yang akan jadi nih kalau ditinggalin sama Mary nanti. Wah, ini rumah yang baru gue bangun tadi dong, yang atapnya hijau tua. ありがとうございます。ありがとうございます。Itulah episode keempat dari Nelke and the Legendary Alchemist. Akhirnya gue menemukan nih satu alchemist yang mau bergabung ke desa gua, yaitu Mary. Nah, semoga dengan bantuan Mary, village gua semakin berkembang dan Nelke sama dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh ayahnya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Ingat ya guys, untuk selalu bersyukur. Thank you and bye-bye.